はい、はい、パシフィコ横浜で行われております、はい、釣りフェス2024だったんでしょ。ここはね、バリバスブースなんで、バリフェス、ここはバリフェスです。バリフェス、はい、皆さんこんにちは、お集まりいただきありがとうございます。はい、今からですね、30分間皆さんにこの豪華4名のバスプロの皆さんにいろいろお話を聞いていきたいと思います。司会進行は私、月刊バサーで編集部を務めております谷川が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、お願いします。では、こちらの4名の、皆さんお一人ずつ簡単に紹介させていただきます。まず川辺裕和プロ、はいはい、はい、やばい、やばいブランドのゲイリー川辺です、はい、よろしくお願いします。はい、もう皆さんご存知、ゲイリーファミリーの総帥として、昨年は、JB マスターズに出場されていましたが、自力でまたトップ。そうね、そうね、自力で上がってこないやつはいらないよ。自力でってちょっと当たり前だよ。諸説あるということで。諸説ない、諸説ない、もうそれだけ、それがリアル。トップ50であのカラフルなバスボートが受けるということで、ね、1年で落ちないように頑張ります。よろしくお願いします。はい、続きまして、はい、小森鈴彦プロです。千葉から来ました小森です。はい、よろしくお願いします。はい、JB トップ50で前人未到の4回 AOI を獲得されている小森プロ、はい、オールスターでも2度勝っています。そうですね、はい、さんは3度ほぼ3回はい、来年4回、今年4回かな。はい、なるほど、はい、小森さん、はい、皆さんに一言言いたいことしたら、いや、僕がこれ、いきなり無茶ぶりでしたね。皆さんに言いたいこと、出てくるときに煙が出るって言われたんだけど、はい、煙の量が足りなかったら、そんなこと言ってもしょうがないですね。はい、そんな感じで、はい、進めてもらっていいですよ。はい、はい、続きまして、江尻優馬プロですね。はい、江尻プロも JB トップ50で活躍されてまして、オールスターでは2度連続表彰台、昨年、おととしですね、おととしはビッグフィッシュ賞と、もともと弊社がやっているワイルドカードっていうオールスターの、皆さん、バサクラっていうのかな、今、バサクラの予選会を優勝して、本戦に出場していただきました。今もう若手でブイブイ言わせている北浦をホームとするプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか僕の時よりみんなの説明が長かった小森さん自分で喋ってくれるからなんか無茶振りされて終わっちゃったんですけど。はい、最後にですね、梶原智弘プロです。はるばる九州から、はい、福岡県から、はい、来てくれました。もう九州にとんでもないやつがいると。九州とんでもないやついっぱいいますよ。いっぱいいるんですよ。その中でやつは本当ある意味とんでもない。中崎九州部が九州に来たことってあんまりないんですけど、はいはい、結構もう昔からこうそういうことが耳に、昔からとんでもない、そう、もうすごいやつがいると噂になってて、やはりすごかったと。もう、トップ50オールスターのね、ワイルドカードも2連勝ということで、トップ50も勝って、もう今一番勢いに乗ってる若手プロなんじゃないかと思います。はい、今日はこちらの4名で、改めてトークショーを進めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で早速、まあ、テーマなんですが、はい、バリバスさん、まあ、今日皆さん最後ですね、ちょっと釣り糸のことについていろいろ聞きたいと思うんですが、まずですね、それに絡めて試合前あるいは調校前、一体トッププロはどんなことをしているのかという、試合前夜あるいは数日前からこういうふうなことをして、まあ、高めていくというところのルーティンみたいなものをですね、聞かせていただいて、はい、と我々の普段の兆候にも聞かせたらなと思っております。でまず川辺プロから。それはジンクスじゃなくてね、はい、普通に、はい、普通に LINE は変える。 LINE は変える。 LINE は変える。ありがとうございます。特に一番使うであろう LINE、はい、あと細いところは必ず変えますね。スピニングはよれるもあるんで、はい、なるべく変えるっていう感じです。で、まあ、まだもったいないなと思うんで、いつもで寄れるじゃないですか。時は寄れを直すのに、スイベル、あ、なんでね、アンダーショット、スイベル付きのアンダーショット、はい、あ、なんかくるくる回るようなね、はいはい、アンダーショットをビューって投げて、はいはい、でヒューッと、あー、なるほど、やると寄りが取れるんで、
なるほど。まあ、もう僕はこれだけ言いたかった、今日は。なるほど。ちょっとごめんなさい、いきなり LINE の話になったんですけど。あ、そうそうそう。で、あの、ちょっとまあ、僕としてすごく今日聞きたかったのは、まあ、僕らって、あの、糸を自前で買ってる立場、はいはい、まあ、ちょっと皆さんとはそこは違う部分があるのかなと思うんですけど、まあ、どれぐらいでこう、ラインの巻き替え、うん、で、僕たちはね、僕たちはついてるんで、バレバさんが。ジャブジャブ。僕は結構使いますよ。あ、そうです。うん。1試合終わって、そのまんまで1ヶ月過ぎて、次の練習の時に巻き替える。ああ、なるほど。うん。そういうことなんですね。だからまあ、月に1回ぐらい。え、なんかその逆に試合の直前に巻き替えたりすると逆に使いづらい、その馴染んでない、ない、それはない、大丈夫、うん、バリバさんは大丈夫。なるほど、うん、全然そ新しいラインの方が釣れるな、釣れますね。皆さんもうどんどんね、バックヤードで話した話からどんどん違う方向に行ってますね。試合前さっき、いやごめんね、ごめんね僕がほら真面目だから、真面目な方向に行っちゃってるんだけど、あ、いや全然言えるよ、変な話。いや、だから変な話だけど、いろいろ問題が出てくると思うんで、はい、昔よりこう口チャックしてるんで、静かにしてるんですよ、はい、うん、本当は言えない話がいっぱいあるんですよ。ちなみにその、験担ぎというか、まあ、験担ぎはもうここでは言えない。なるほど。ここでは絶対言えない、はい、勝負飯とかあるんですか。ない。ない、うん、ない。え、じゃあもう好きなものを好きなだけ食べる。あんまり食べないようにする。もうトイレ行きたくなっちゃうんで、はいはいはい、大事ですね、それで、うん、はい。そこら辺の体調管理が非常に難しいんで、はい、なるべく明日はな、お腹痛いなとかなんないように。お酒も立つんですか。お酒は飲む。この辺とか飲まないとか言うけど、絶対飲むんですよ。それルーティンだから毎日。お酒飲めなかったら俺体調悪いんだなと思うもん。なるほど。それで試合も出れなくなっちゃう。ありがとうございます、はい、どうぞ小森さん。はい、もうなんか大体のこと話し終わってますね。小森さんなりのこう試合前にやること。小森さんは特にあの、ね、はい、小森ノートと呼ばれる。あ、そうですね。記録を必ずつけてるっていう部分もちょっと含めてお話しいただければな。真面目な部分を言うと、まあ、昔10年ぐらい前に3回ぐらい鍛えてるときは試合前座禅してましたね。座禅。とりあえず心を落ち着かせること。もう早く行きたい気持ちとか、こうやりたいっていう気持ちを落ち着かせなきゃいけないじゃないですか。もうわーってなってるから、一回静かに目を閉じて、あ、座禅いいなと思って座禅とかしましたね。そう、年とともにそれをやると今度半月板が壊れちゃうからやめる。いや、確かにおっしゃる通りで、座禅やらなくても心のコントロールって年取るとできるようになってくるんで、今はそんなことしてないですね。あの、まあ普通にノートを開いて、まあね、練習でやったことをやって、まあでもね、どんなノートでも必ず書いてることがあるんですよ。丁寧に集中して諦めるなって、これだけはずっと書いてるんだけど、これを呪文のように自分に丁寧集中諦める諦めるな、これがどういうことなのかってその時その時は違うじゃないですか。いいね、いい言葉だね。それをずっと自分に、今回の丁寧はこれ、今回の諦めるなここが目標、今回の集中はここで集中しようとか、具体的にいく、そう、具体的にそれを頭の中で整理して、でさっき言ったの巻き替えの話であるんで、それを言うと僕はあまり巻き替えないんです実は。バリバさんになってからさらに巻き替えなくなったんです、うん、そうなんです。だって糸が強いんですもん、持つんですもん、っていうのがあって、はいはい、まあちょっと見て全然傷ついてないじゃん、これもったいないよなと。あ、だから巻き替えがやめたっていうことはちょっと多くなったかな。まあ巻き替えしますけど、僕もメーカーはほとんど巻き替えないです。ああ、そうなんですか、はい、ああ、そんなもんなんですか、はい、なんか本当に1回でも水につけたらもう、いやそれはもったいないかもしれないですそういう感じじゃないの。あ、じゃあちょっとイメージが間違ってます。だいぶ長持ちしますんで、あまり巻き替えないです。ただ細いところはやっぱり目に見えない傷もあるかもしれないんで、チェックはして、はい、で試合前は早く寝る、お酒は飲まない、あと食べるものですね、うん、試合中に腹減らないように。でもね、やっぱお手洗いがすごく補助出ちゃうと、皆さんのトイレってなかなか上がりにくいじゃないですか。だから食べるものとか水分とかって絶対調整しなきゃいけなくて、水分の少ないものと油の少ないものを選んで早い時間に食べて寝てます。ちょっと疑問なんですけど、はい、例えば JB トップ50って開催されるフィールド、はい、ある程度固定されてるじゃないですか、はい、順番は違うとはいえ、はい、なんかもう常宿みたいなのってやっぱ皆さんあるんですか。絶対ここに泊まるみたいな。大概そこに泊まるかなは多いけど、僕の場合はね、みんなどうなの。
僕もそうですね、いつもやっぱり大体同じそのルーティン的にそうですね、はい、うん、僕は違いますね、なんかまあその止まってるとこが便利なので楽じゃないですか、覚えてるから、はいはいはい、でも新しいとこに行くワクワク感がなくなっちゃうと嫌だなあ、そうだ、ここ行ってみようとか、ここも含めて遠征を楽しんでる、そうですね、やっぱ船があるんでね、やっぱり止まれるところ少ないですから、うん、それをまあ考えながらなんです、まあ、4人のうちの人だから 25% の中で君は人狼の中に入る、そういうことですねなんかそのビッグプランみたいにこう車中泊をあえてしてなんかこう、うん、なんていうか自然のあれに体をなじませるみたいなのがあったりするんですか、早めには塚口さんもそうですけど何日も前から行ってますよね、うん、やっぱり試合直前にそこに行って寒いなとか言ってる感じじゃないと思うんで、うん、1週間ぐらい前からは気候とかチェックしながら入ってもいますよね、あの辺は適応力高いから多分そんなことしてないと思います、ちょっと適応力の高い、はい、エスリプロに聞いてみたいと思います、はい、どうでしょうか試合前、僕は逆に LINE とか全部巻き替えちゃうタイプ、使うかもしれないものまで含めて、それはこう実際切れるリスクがあるからっていうよりもなんか気持ちの問題、部分、はい、とりあえずなんか安心、新しいものに変えておくとか、まあ、あれだな、豊かな国日本で育ったからな、そうだ、カールさん戦国育ちだからね、物がなくてな、物を変えてる場合じゃないんだ、平成と昭和だから、あ、そういうこと、そう、あ、平成なんだ、平成、ここから平成ラインだ、平成ラインあれ、僕も平成生まれなんで、一応巻き替えちゃう、逆に巻き替えて、うん、なんか試合中も、まあ、初日終わったら、まあ、めっちゃ使ったものが、まあ、全部巻き替えです、うん、あのまあ、16とかちょっと太いのは使った分だけちょっと出して、じゃあ試合の1日目が終わったら、ま、その時点で巻き替えちゃうんですか、もうバンって持ってる場面にやっちゃう、なるほど、はい、ちなみにそのクロロとか PE とかナイロンでやっぱそのさすがに PE は、あ、 PE は巻き替えないんですけど、うん、クロロベートで使ってると、はい、糸癖つきやすいじゃないですか、あ、はいはい、傷つくっていうよりも、はい、そっちでなんかライン、ノーシンカーとかで使ってる時とかにうまくなんか行ってほしいなっていう、なるほど、俺うまいから糸癖つかないんだ俺はメインで使ってたら変えるかなぐらい、そう、メインのものは変えます、うん、物は大切にしておばあちゃんに言われたの他なんかこう釣りのこと以外で釣りのこと以外は、逆に本当に普段通り過ごします、うん、試合前だからって言って、うん、なんだろう、酒飲まないとかしないし、はい、全然普段通りナンパ行ってどっか行って普段通り悪いことばっかりしてるの、悪いことするのはこっちかもしれない、あ、それだ、してません、吸収してませんとんでもないそう、逆になんかその酒も飲むし、まあ、なんか食べるものは気にする、あんまり生もの食べないとか、それぐらい、やっぱ食べ物は皆さん気にされるんですしてんのか、めっちゃしてますよ、俺はしてる、まあ、だって体調管理ができてないなんてプロとしてどうかしてません、確かにな、はい、カジヤンはどう、カジヤンは僕ですか、食べ物ですか、僕食べ物決まってるもんがあるんですよ、なんすか、絶対前いくらだろ、いくら、違います、絶対いくらだよ、いくらみたいな顔して、魚介苦手、いくらだ、魚介苦手、僕絶対カツ丼食べちゃうんですよ、あ、ネタやな、タバタじゃないですか、僕はタラコですって言ってほしかったろ、違いないわ、カツ丼食べちゃうんですよ、いつもとんかつ、もう僕はなるべく、コンビニで売ってあるカツ丼の弁当、お弁当です、ね、あ、弁当、はい、コンビニなんだろう、コンビニです、なんでコンビニなの、部屋でやっぱり精神統一できるように精神統一できるようにするんだ、精神統一しながらコンビニの活動そうです、まあ僕もなんかその釣り以外のことで言うと、僕2日前、まあ最終プラクティスだったり試合の前の日前日は、オフリミットってあるんですけど、試合の練習最終日終わった後に僕よく開示とか映画を見るんですよ、ちょっと開示暴走しよう、もうマックスまで開示は見ない方がいいですよ、開示は色々失敗する、開示のどこを見て、いやもうなんかこういうのやるんだけど絶対このなんていうんですか、勝負勝ってやるっていうのでマックスまで持ち上げて次の日はもう無音です、音も何も聞かず勝ってもさ、賞金ペリカでもらうことになるんで確かに帝国かよねそうなんです、なんかそのまあとにかく映画を見て闘争心、まあ、闘争心上がる映画を見て、で次の日は、音も歌も聞かずゆっくり過ごして車も掃除して釣り具も掃除して部屋に戻ってカツ丼食べて寝る、意外とメンタル弱そうですね
なるほど。いや僕ルーティンです。闘争心を上げるための映画カイジっていうのがちょっとカイジ大好きな本が残りますけども、やっと実家やってみようかな。ちょっとあと皆さん、その試合前にこうなんだろう、つるむみたいなのってあるんですか？その一緒に飲み行くとか、そういうなんていうか、まあ集まるわけじゃないですか。同じ飯を食いに行ったりはね、たまにするけど、ね、試合前ではもうほぼしないかな。試合前はない。何くらいの一日ぐらいですよね、はい。まあ、飯ぐらいがあってもぐらいかな。そういう時なんか腹の探り合いみたいなのがあるんですか？ない。どうなの？ない。ない。ない。釣れるっつって教えてって言うだけ。正直に。正直。教えて。あ、そうなんですね。あ、じゃあもう皆さんやっぱもう一人一人で集中して試合直前は過ごす。うん、そう。みんな集中してるでしょ、多分。あ、意外とどうなんだろうってなんか。それをこう遠征をやっぱちょっと旅行みたいな感覚で楽しんでる。その感覚で行ったらしかない。ダメすぎです。それはな、さすがに。僕は飯は行かないですよ。うん、あ、そうで、はい、昔から行かなくて、ラブロに、うん、たまには付き合いよって言って呼んでいただいて、たまに行くぐらいで、ほぼ行かないんですよ。ね、はい、なるほど。なるほど。近くにいないとめんどくさいじゃん。車で15分もさ、はいはいはい、まあまあ確かに。来るとかさ。はいはいはい、カジュアルなんでな、去年の。あの、この子の時、宿一緒だったんですよ。はいはいはい、宿2人しかいないのに、一回も会ってないですもんね。そうですね。朝どっちが先に出るか勝負してるぐらい。車を隣同士止めたんです。で、先に行かれたらなんか悔しい気分になる。わかります。でも明日5分早く起きようと思って。わかるわかる。勝負始まってるんで。わかるわかる。そうですね。あー、なるほど。それはね、よくありますね。なるほど、なるほど。そういう感じなんです。ありがとうございます。大変参考になりました。強いな、君はそんな感じでした。じゃあちょっとここでやっと釣り糸の話に聞かせていただければなと思うんですが、はい、皆さんちょっと、まあ、バリバスさんの、ね、釣り糸使われていると思うんですが、お気に入りのラインとその理由、そしてどんな釣りでよく使うかっていうのをちょっと考えて教えていただきたいなと。かぶっても大丈夫です。全然大丈夫です。僕はアブソリュートトリプル A、 これが出た時からもう、あ、これ絶対こんなラインないよね、他にっていう。フローカーボン。フローカーボンです。はい。まあ、フラッグシップというか。はい、そうですね。もう、ずーっとお世話になってますけど、これ以上のもん出てくんのぐらいなライン。ああ。衝撃的だったんですよ、それが出てくる時が。それ以前のバリバスさんのフローローから、そっちに、はい、まあ、乗せ替えてっていうか、変えて、はい、あれ？違うじゃん、全然違うじゃん。で、いろんなラインも実はトーナメンターなんで使うんですよ、はい、使ってみるんですよ、はいはい、実は裏で、うん、で金森なんか好きだから来ちゃったでしょ。あいつずっと違うもん、こっちの金森使ってたんだから。この辺はまあえ、あの、いい？いい？どうやらそのような絶対そうだよ。だから、好きだから来てるんだから、はい、うん、僕もそう、もうそれ出てで、これ他のメーカーやってるやつらかわいそうになと思った。あ、ね、他のやつら、他のプロも絶対に隠れて使ってるよねとか思う。あ、なるほど、そうなんです。そう、まあ、僕もあの、まあね、あれ決してこう、あの、いわゆるこうリーズナブルなラインではないので。あ、そうですよね。僕もあの桧原湖に遠征行って、はい、するときだけ買います。ああ、なるほどね。今日はいいライン使おう。今日はって、あ、やっぱいいな。いいよね、全然いいの違うんですよ。やっぱりラインってやっぱり重要なんですよ、うん、釣りの中でとっても重要なものなんで、いいものを使いたいって感じです。はい、小森さんは、はい、今年から、あ、それ去年から、はい、去年から、はい、バリバスさんのラインはい、ということで、はい、まあ、あの、当然それまでもいろんなライン使ってこられたと思うんですが、はい、まあ、その比較も込みで今こういうラインをこういうふうに気に入って使ってる、まあ、比較というか、はい、はい、糸って絶対なんですよ。絶対なんですよ。要はもう、はい、切れるんじゃないですか、はい、どんな糸でもその重さだって切れるわけですよ、どんな強い糸でも。でも、はい、3ポンドって言われてる糸で、はい、やっぱり切れるウェイトってあるじゃないですか、はいはいはい、そういう意味で糸って絶対なんですよ。一番強いのが一番強いんですよ。これも裏切らないんですよね。なるほど。で、まあ、ちょっと言いにくいこともいろいろあるんですけど、僕は結構いろんなラインを今まで使ってきたんで、そしてその製造まで全部見てきてるので、
言いにくいこともあるんですが、まあ、僕がこれを使ってるっていうのはそれが全てなんだなと思ってほしいなと、僕が使ってるアブソリュートトリプル A という糸は、まあ、それが全てなんだなと、今おそらく既存の糸で一番いいのはこれだなと、これがあるからここにいるんだっていう、その通りだと間違いない、はい、僕は思ってます、はい、ちなみに具体的に言うと、はい、同じフロロでもいろんなこう特性というかあるわけじゃないですか、はい、アブソリュートトリプル A はどういうフロロなんですか、はい、ここはね、もうライトラインに関しては金属製の促進性、要は硬い糸っていうのは昔から好きなんです、はいはい、当然なんですけど感度を伝えたりラインベンディングをしやすくしたりとか、はいはい、そういうことを考えると絶対直進性の高い糸って大事になってくるんで、はい、それがすごく極めて高い、ちょっと固めのフロロです、硬いフロロ、はい、で直進性がとてもある、うん、それによってよれてる、そのよれた部分が水中に残りにくい、うん、ずっとラインを送り込んで糸がパッとこう水に馴染んで素早く感度を伝えてくれて、それで素材も最強、そういう糸だと思ってます。なるほど、はい、どっちかというとそのハードルアーとかよりはファーミングにどちらかというと合っているイメージ、そうでもない、まあ、フロロのラインなんでね、うん、巻き漏れで使おうと思うとナイロンとかそういったものも手段としていっぱい出てくるんで、うん、まあ、バーミングでやることが多いんですけども、まあ、バーミングでやるんでは硬い直進性のあるラインっていうのが最高になってます、はい、ありがとうございます。エジリプロどうでしょうか、はい、まあ、僕もトリプル A ですね。まあでも C って言うんだったら、まあまあ、トリプル A、まあ、強いって言うんですけど、一番よく結構こんなザグザグな状態で用取れたらみたいな、あ、傷がついてからも強いのがアブソルートみたいな、トリプル A のイメージで、あとは僕の好きで使ってるのがロックオンフロロ、はいはい、マーカーラインがついた、はいはいはい、ロックフィッシュ用のフロロカーボンラインなんですけど、まあ、マーカーがついてるんで、うん、あのレンジコントロールしやすかったり、うん、まあ、バイトが目で見て分かったりするのが好きで、まあ、結構トリプル A フロロはトリプル A とロックオンフロロ使うことが多いです。なるほど、はい、マーカーラインマーカーラインだって、はい、なるほど、やっぱもう全然見えるんですか。めっちゃ見えます。アブソルートよりもちょっとしなやかなんですね、フロロ、はいはい、なんでその巻き物、スピナーベイトとか、まあ、クランクベイトで使うことが、うん、まあ、巻き物はそのフロロの、ロックオンフロロを使うのが、はい、僕は多いです。はい、梶原君、お願いします。はい、ですね、僕なんか基本的に P ラインを使った釣りが好きで、おで結構最近こうバリバスさんのライン使わせて、B ラインの出番がすごく増えました、はいはい、で僕は 0.6 号から上は、2号までですかね、まあ、アブソルト P っていう、はい、モスグリーンカラーと、まあ、ダークグリーンの2トンの P ラインがあるんですけど、まあ、パワーフィニッシュだったりプラグ系だったりいろんな幅広く使いまして、あともう一つ、バスのラインではないんですけど僕が使用しているのがソルトウォーターフィニッシュ P っていう、ホワイトカラーのP がありました。まあこれはですね、アジングだったりネバリングの、メインのラインなんですけど、これがすごく良くて、もう触り心地で、もう触った感じは全然違うんですよ。ツルツルで、はいはい、こう P ラインの感覚が全然ないんですよ。でとにかく抜け感が良くてキャストも飛んで、で、0.2 号から 0.4 号まであるんですけど、なんていうんですかね、フロロカーボン4ポンド5ポンド使った感覚ぐらい安心感のパワーがあって、やっぱ 0.4 号だと使ったりするとすごい心配な部分が多いと思うんですけど、僕おかっぱりもすごくするんですけど、おかっぱりでも、その 0.3 号とか 0.4 号という基準で、リーダーを5ポンドぐらい組んでもらって、釣りをすることがすごく増えたので、ロット2本決めた時にすごい、そのラインが選ばれることも増えましたし、トーナメントシーンでも圧倒的に P ラインで、そのアブソルト P っていうのと、ソルトウォーターフィニッシュ P、 この2択がすごい増えました。はい、なんていうラインだって？アブソルトピーとソルトウォーターフィニッシュピー。ソルトウォーターフィニッシュピー、白い、はい、白い、白い、白いラインですね。なるほど。なんか僕あの亀山湖とかあの辺でよく釣りするんですけど、はい、あの界隈だとあのエリアインフィニティ、あ、エリアインフィニティ、あの半本寄りの、はい、あの、はい、とてもいいピーを使ってる方が多いんですけど、はい、あれ使ってますね、ね、あれ、はい、なんか僕は買えないんですけど。頑張って買ってください。みたいな。頑張るんだ。メーターいくらだこれ。頑張るんだ。あれもあとあれですよね。緑色のやつ。
はい、これそれがさっきおっしゃった。それがさっき。そうです。あ、そうそう、いいです。はい。はい、なるほど、うん、P ラインは最近やっぱかなり皆さん使用頻度が増えました。バスでも増えてきてる感じは、はい、しますよ。増えましたね。ね、なんかデートも P でやる人出てきましたもんね。そのそうクロックとかパンチング以外でも、ね、この2号とか行って P ベートフィネスっての最近そう、あの、ちょっと、はい、茅野さんとかやられてますしなやかさと、ね、あれが違うんで、比重が違うんで結構いろんなラインがあって使い分けなきゃなかなか全部できないんです。まあそうだね、はい、確かに。ちなみに皆さんナイロンって使います？ナイロンがトップオーターでいくつか、はい、あー、なるほど。小森さん、まあ、去年確かマサクラのチャタ僕やってたんじゃないかなと思って、あのすごいチャタ、はい、タチウオ用の針が、タチウオの、はい、なんだこれ、実際のチャタあれは多分ナイロンでやったの。あれちょっと今度取材させてください。はい、ぜひなるほど。お二人使います？そうですね、僕もポッパーとか、そうですね、ポッパー、編集、水面系、あとはなんか大きい羽物、うん、20ポンドとかのナイロンとか、なるほど、カラスプライドね、使うね、強くとか、やっぱなんか僕の感覚だととりあえず全部フロロでいいやみたいなとこやっぱあるんですけど、やっぱそれはちょっと ナンセンス、やっぱりナイロンの適材適所、そうですね、一時はそういう時ありましたね、うん、僕らに、まあそれでいいなっていうのあったけど、だけど今はもう今釣り自体がちょっと難しい面もあって、はいはい、その細分化させていかないとなかなか思ったように魚が取れない時ってあると思うんですよね。やっぱ90点じゃなくて100点にしていかないと、そうですね、そのルアーとかやり方メソッドの、はい、まあ、一番いいところを出すためにはラインも考えなきゃっていうところまであるわけ。それを使い分けないと。それは反省ですね。それを使い分けてるから彼は今年のワールドチャンピオンで、やっぱりこうやって聞いたときにちょっと僕らがいいと思うところについてきてるわけですね。なんていうラインだっけ？はい、ソルトウォーターフィニッシュ。そうですね。そういうとこ使い分けてるから多分一番取ったんだなって今ちょっと聞いてて思ったんで。なるほど。そうだな。ライロンも使い分けていただけたら。ありがとうございます。じゃあちょっと時間がね、そろそろ迫ってきて、はいはい、まだちょっと皆さんに聞きたいことがあって、今年の、まあ、抱負というか、抱負、はい、一勝したいな、一勝、あっけなく終わりましたね。抱負ですか？なんか講師ともに、講師以外でもプライベートでもこんなことしたいとか、それ言えない、大体言えないじゃないですか。そのめちゃぶりですね、今ね。しかも前に神様が喋るっていうのが喋りづらいですよね。いや、抱負全部勝ちたいですね。もうそれいつも思ってるけど、全部勝てるためのプランニングとかそういったのをちゃんと可決して言葉にしていきたいな、はい、最近そのまあね、世代がその小森さんとエジーさんの間でちょっとだいぶあまり考えてないですよ、もう世代別に考えてない、こっちに出ちゃえば一緒なんで、はい、なるほど、なんかそこはあんま考えてないですけど、とりあえず全部勝てるようなモチベーションで、まあ、目標ってそこに立てない人は多分この人たち聞いて戻ること言うと思います。全部立つ、それが目標です。できないかもしれない、だけど目標はそこです。プライベートの目標は今年も健康に過ごすことぐらいかな。確かにな、はい、それが一番ですね、はい、なるほど。ちなみに小森さん今おいくつですか？まだ26ですね。26歳、意外と若かった。僕35です。まさか僕か。全員同世代、今年49になります。なるほど、はい、川辺さんは35って言ったらしょ。途中ちょっと抜きましたもんね。なんかすごい今までだいぶ前にちゃんちゃんこ来てましたよね。だ あれ30分でしたね。あれ30分でした。このちゃんちゃんこで、いじりプロが27です。27、僕24歳です。かぁ、わっけぇなぁ。理由そう大したことないですよ、僕らもあの時あったの。あったあったあった、はい、その頃まだ俺釣りしてなかったかもしれない。いや、全然してました。いや、どうかな、微妙だよ、僕は。僕遅かったから釣り、今年の目標と聞かせて、要請しました。あ、そうだそうだ、先に進んで、あ、そうです、ね、MC、はい、すみません、目標を聞かせてください。目標、そうですね、まあ、勝って年間優勝。全部勝てば年間優勝なんですよ。さっきそれで言ったじゃん。そうなんですけど、課長多くないな。戦略の部分で、どこに重きを置くのかっていう部分、それこそ、あの、梶原さんが勝った日原湖戦で、はい、ラージ、数少ないでかいラージを釣りに行くのか、まあ、安定感の比較的ある数の釣れるスモールを釣りに行くのかってやっぱちょっと違うわけじゃないですか、考え方。それはこう どっちを取りに行く、埋もれない釣りをしたいなって。ああ、なるほど。団子に入っちゃうね、釣りを埋もれない釣り、その靴は、まあ、去年はできないから、ね、自分の中で。その埋もれない釣り
が結果として優勝になる。もっと決めつけないから今年は釣りしようかな。全然魚の嫌とか言ったら誰も来ないぜ。もう俺だ、釣り以外だ。誰ともかぶんない。釣りで流入河川やる感じ。梶原さんどうでしょう。そうですね、僕目標はやっぱり去年日本一取ったんで、はい、2連覇とオールスター優勝です。やっぱりこの2つは自分の中でやっぱ一番取りたいタイトルなんで、で今年去年ですね取ることができて、なんていうんですかね、もうやっぱり今までで努力がこう実ったっていうか感じがあったんで、やっぱこれで満足せずもう一回取って、オールスターではまだいい成績出せてないので、今年こそは。ごめんごめん、今年俺なんだ。俺先がないんだから。早く。はい、山さん24歳で努力が実ったそうです。早いよお前。俺見て実ったら36歳だ。ずっと見持ってねえから。一応あのごめんなさい、あのオールスターってあの一応招待制の大会でして、はい、出れるかどうか分からない。現状出場が決まってる選手一人もいない。そうです。だから毎年編集部から皆さんに電話させていただいて、まずそこからだ。そう、まず袖の下から行かないと呼ばれるから。まあまあ、あのまずワイルドカード頑張んなきゃいけない。はい、頑張ります。まああの、はい、それはあの、ね、あのタイミングで連絡させていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではあっという間に30分経ってしまったと。そう、あ、それはね、今年ね、あのオーバーフィフティっていうね、なんか試合やりたいなと思って。誰が主催するんですか。僕が主催で。オーバーフィフティ。オーバーフィフティ。こいつら出れない。こいつら出ないから出さない。なるほど。オーバーフィフティ。それはもうあれですか、もうオーバーフィフティのあらゆる。僕は50歳以上のおじじい集めて。なるほど。なんか試合やりたいな、集まりやりたいな。それは楽しそうですね。はい、またその時よろしくお願いします。あと1年生き延びれば出れますね。もう大丈夫かな。大丈夫です、健康診断ちゃんと行って、はい、ということで皆さん、トークショーはそろそろお開きになるんですが、はい、こちらのバリフェス、なんだ、バリフェスフォトスペース誘導のカンペが出ました。はい、フォトスペース、こちらであのフォトスペース、はい、あの講談したプロの方を捕まえて、よければこちらで記念撮影もできますので、皆さんぜひこちらもよろしくお願いします。はい、ということで、もう金曜日にかかわらず集まっていただいて、人来てるのかなってぶっちゃけ思ってたんですけど、そうですね、まあ、金曜日休みの方もいらっしゃるということで、ありがとうございました、お集まりいただき。はい、では、改めて川辺プロ、小森プロ、江尻プロ、梶原プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こっちここにいればいい。はい。